えー、ハッシーです。人は何のために生きるね、七玉こと。えー、人助けをしようとすれば無限のパワーが与えられる。あなたが生きる目的を持ちましょう。あ、<coughs> えー、目的を持つとあなたの心身を蘇らせ、健全に働かせるサイキックパワーが流れ込みます。 宇宙には宇宙意識という広い海があり、人は瞑想によってこの英知の海とつながることができます。人には超意識があり、超意識には宇宙のサイキックセンターと波長を合わせるチャンネルがあり、ここにチャンネルを合わせればサイキックパワーが流れ込みます。この時目的をも持つことが必要です。目的を持つとは チャンネルを合わせ、合わすこと、合わすことに他なりません。チャンネルはテレビのチャンネルのように色々ありますが、人を助けるという目的のチャンネルが一番よく、あなたに無限のパワーを与えてくれます。76歳の女性が糖尿病と多病の合併症で、医師にはあと半年の命と宣言されていました。 けれども、宇宙のパワーと人のサイキックパワーについてのセミナーに参加して、病気などは忘れて、ボランティア活動に打ち込みました。もう年だ。私の人生は終わったと考えて、症状ばかり気にしていないで、何か人のためになることをしなさいという心の声に従ったのです。彼女は小児病院のボランティア活動に応募し、 母ののいいない子供の世話をしし始めました。この創造的な仕事を忙しくしているうちに脳と体に生命エネルギーが宿りその結果数週間後にはすっかり症状が消えてしまいました自分のためでなく人のために生きようと強く決心した時にこのような奇跡が起こるのですすごいですね。<laughs> 人としてあなた自身をいかに磨き上げるか。もう一回言います。人としてあなた自身をいかに磨き上げるか。目的のある瞑想で宇宙意識にアクセス。あなたの精神にはもともと人生をフルに生き抜くための必要な全てが組み込まれています。人間は小宇宙と言います。あなたが宇宙意識にチャンネルを合わせれば 宇宙意識があなたにパワーを与えるので宇宙が起こす奇跡と同じサイキックな奇跡現象が起こせるのです。しかしあなたにははっきりとした目的がなければ宇宙意識にチャンネルを合わせることができません。瞑想するときも目的を持つこと。優れたサイキックパワーを目覚めさせるために瞑想する。病んだ体を癒すために瞑想する。 人の癒しを助けるために瞑想する。などといった目的が必要なのです。目的があって初めて人は宇宙意識とチャンネルを合わすことができ、目に見えない高次元へとアクセスすることができるのです。その前に大切なこととして、宇宙意識の存在を信じ、サイキックパワーの存在を信じること。あなたの意識があなたの現実を作っていることを知ること。 あなたの願望は必ず達成できるものなのに、あなたの否定的な思いがそれを妨げていることを知ること。願望の達成には、ただ念ずるだけでなく、行ずることが大切と知ってひたすら行じることが必要なのです。私たちの体にはエネルギーシステムがある。この世は宇宙エネルギーによって成り立っています。 宇宙エネルギーがこの世のすべてのものを成り立たせ、私たちの体も宇宙エネルギーによって成り立っています。従って私たちの体はエネルギーシステムそのものであると言っていいのです。私たちは自分の体のエネルギーシステムを知らずに無意識に動かしています。これを意図的にコントロールすることを学ぶと、自分のエネルギーシステムを自由にコントロールすることができるようになります。 宇宙には進化と再生の法則があって、人類は幾度も転生を繰り返しながら達成のプログラムを得て、究極は霊的極みに到達するようになっているのです。そして自己の真のアイデンティティを認識するに至るようになっているのです。それをよく知るには、波動としての自分が真のアイデンティティ、本質であり、真のアイデンティティは 不滅であることを学びましょう人間の肉体的人生とは、実は魂の成長と学習のプロセスに他ならないのです。人間は魂が本質であって、死ぬのは肉体的エネルギーフィールドの消滅にすぎません。私たちの体には、肉体の他に感情体、メンタル体、精神体、スピリット体、 霊体といった4つのエネルギー体があるのです。それぞれが違う波動、違う振動数を発していて、肉体の死後は、えー、他の3つの体が1つに統合して、意識のエネルギーフィールドとして残るのです。これが魂で、えー、意識のエネルギーフィールドは不滅なのです。ね。ありがとうございました。